はいどうも、ダレキラスでございます。さあ本日、ついにウルトラマンカードゲームのアプリがリリースされました。ということでですね、ちょっと今回はいつもと違う収録環境で非常にうまく撮れてるのか不安ですが、やっていきたいと思います。もうこちらありますね。ウルトラマンカードゲームのアプリ開いていきましょう。とりあえず、今、これ初めて、起動したんですけど、そうですね。さあ。まあ、同意するで、これで行きましょうか。ログインか。ログインはどうしようか。ローディング。遊び方、ウルトラマンデジタルカードコレクションへようこそ。ウルトラマンデジタルカードコレクションは、ウルトラマンシリーズのキャラクターのデジタルカードを集めて楽しむサービスですと。まずはカードを手に入れてみましょう。今回特別に無料で、コインをプレゼントします。というところで、次、タップ。あ、ガチャ要素とかもあるんだ。音とかないのこれ。なさそう。カードをゲットする、ガチャページではカードパックを購入して、カードをゲットすることができます。今回は無料で、コインをくれるんで嬉しい付与しますので、まずはカードパックを引いてみましょう。1パック6枚。1パック6枚。ああ、なるほど。6枚のカードを引く。なんかじゃあいいカード来てほしいけど、どうせだから、一番最初だから出るから全部一緒とかありそう。どうでしょうか。いけ！おー！なんも音ない。もちろん音消してないよ。ジャキーン、かっこいいじゃん。今、ティガと。おー！ガイア V1！ 僕は、君が欲しい！次。おー！待って、このソニックバーニングめっちゃかっこよくない？ストライクブースト！待って、デザインめちゃくちゃ良くない？イラスト。初登場のね、イラストを雰囲気再現してるけど、やっぱイラストならではのこの煙と電撃の走ってる感じ、アレンジもいいね。次は、ガイア守るものなんていくらでもあるじゃないか。タップして次へ。ガイアダブったよね。多分今これダブリだよね。ドリガーサークソコアード。そっか、ガイア V2 とか今トリガーは写真なんだね。だから写真でイラストやっぱりこういろいろあるっていう。俺もう一応飽きた。このカード持ってる。ティガーのパワータイプのカード。これはもうね、持ってます。この間いただきました。うるさまで。はい。っていう感じの、配布でしたね。カードをゲットする。おめでとうございます。素敵なカード手に入りました。ありがとうございます。次にそのカードを使ってあなただけのマイカードを作りましょう。マイカード？何ですかそれ。マイカードの編集。これがあなただけのマイカードです。好きなカードや一言をセットしたり、SNS でシェアすることもできます。まずは先ほどゲットしたカードを設定しましょう。マイカード編集。ここではお気に入りのカードを入れることができます。ID とか変更できますよ。じゃあカード変更するで、ガイアがいい。逆らうなって話ですよね。逆らいますよ、そりゃ。ガイアか、コンストリートバーでどっちかがいい。とりあえず、でも、僕も、ソリートバーニングしよう。イラストがいいや。イラストの方がかっこいい。マイカードの背景を変更する？何もない。何もない。何もないよ。で、ID を変更する。ID か。何しようかな。じゃあ待って。デラキラス0306とか。0306。一言まあそうだな。ウルトラマンは人生。ウルトラマン人生。これ僕のモットーなんで。マイカードの編集。あなただけのマイカード完成しました。最後に初回限定5パック30枚を買う。ここで偽マナするんか別に偽マナ要素とか多分ないと思うけど。何ですかタップ。これね、購入する。課金させる気ですか？もう、僕も、実物のウルトラマンカードを予約して課金してるんですよ。じゃあ、何出てくんだろうね。待って、わかんないけど、とりあえず引いてみましょう。30枚カードを引く。なんか、ソシャゲみたいな感じで楽しいね。なんか、ほんとただのカード集めるためのデジタルの、なんかね、簡素なアプリかと思ってました、正直言って。ダブった、ソリットバーン、ストライクブースト、アーファ、ジェットライザー、これ多分ね、30枚はどんどんいけないとね、終わんないんで、どんどん行きたいんですけど、そうね、ジール、写真系ね、写真系もいいんですけどね、ちょっともしね、イラストの、これ持ってます。この間、うるさまでもらいました。はい。おい、かっこいい、トモスインパー、これかっこいい。待って、待って、ジードのさ、カードイラストさ、気合入りすぎちゃうっていうぐらい、めちゃくちゃかっこいいんだけど、これ好き。好き。ソーリスアーマー。写真の感じで、かっこいいね。多分初登場の、あれかなネズドロンかなダブったわ。トモスインパクト何このイケメソー。待って、めちゃくちゃかっこいいんだけど。待って、かっこいい。やだ。なんだろう。このね。Z の Z ダンスアローいいじゃない、かっこいいじゃない。待って、でっか。レアリュートウェーブ。やっぱイラストカードいいよ、イラストカード。すごいね、イラストのね、クオリティが高い。空高く舞ってる感じが、すっごいいいね。なんかこの、デッカーのミラクルタイプの疾走感が出てて、めちゃくちゃかっこいいと、ダブったのと、出た怪獣から、シャゴン来ました。かわいいね、やっぱシャゴンね。デザイン好きですよ。あとは、キュリガーモーツタイプ。いいや、シンプルなカードデザインだけど、この構えてる写真すごい角度がいい。ゼロね、持ってる。アクロスマッシャーの構えね。はい。一番最初に出る写真ね。はい。ダメったわ。なんかいい、レアリティ高いやつ来てほしいですね。これ V1。放送当時の写真使ってるのがいいね。そういうのかなり熱いですよ。この写真もいいじゃん。やっぱ斜めというか横顔いいね。いつ撮った写真を使うかっていうのも大事ですからね。このプレイさんのカードも持ってますね。この間もらいましたね。イラストのね、これダブった。ちょっと待って、全然レアリティ高いですね。あとこれも持ってます。実物持ってます。持ってます。ちょっと待って、レアリティ高い全然出ないよ。それってバーリー。待って、レアリティ、これか、一応ニューだけど、でもこのカード持ってますね。持ってます。この間もいただきました。これも出ましたね。ランバルトコーダー、この間もらいましたね。このイラストね、結構好きですよ。やねー、この野戦、いいじゃない、野戦。ユーソード。デッカーの時に出たトリガーだね。なんかリアリティ高いの全然出ないよ。ずっとさっきから C。さっきから C。あれー。でも、待って、全部一緒なんかなもしかして出る、あれ。チュロリエド OL。ログボ。これ毎日ちゃんとログインしないとね、ダメだね。なんかさ、ちゃんと毎日さ、ログインしなきゃって思ってたの、ウルバトだけだったんだけど、久しぶり、この、ログインの日々。何？最大500コイン、最大500コインってことはさ、あれ引けるじゃん。なるほどね、デイリーボーナスパック、動画視聴でカードを1枚無料で、広告見るんですか？わかりました。広告見ます。エラーが発生しました。そうですか。っていうところで、とりあえず、こんな感じでできたんですけど、待って、どうしようか。スペシャル、ランキング上位入賞で、スペシャルカードをプレゼント。これはさ、どうやって100位を目指すんですか？10月ランキングイベントとして上位100名の方にリアルカードプレゼントしますよ。つまりは、カードをいっぱい集めるってことなんですかね。とにかくカードいっぱい集めればいいんですかね。ユーザーレベルを上げよう。ユーザーレベルはどうやって上げるんでしょうか。じゃあ、ちょっと待って、いろいろポチポチさ、押してみよう。ちょっとまだわけわかんないところいっぱいあるから、ちょっととりあえずポチポチいっぱい押してみましょう。なんか今、とりあえずプレゼントもらいました。ありがとうございます。遊び方じゃないね。閉じるだね。フレンド検索、フレンド申請。じゃあ、皆さんの僕のフレンド、申請してください。多分ね、僕のね、フレンドコードは、さっき言った、デラキラス0306。これですね。はい。デラキラス0306。0306は僕の誕生日であり、超時空の大決戦の公開日ですからね。はい。覚えやすいですね。っていうところと、ランキング、ちょっとランキングしますか。なんかすごいですね。キャラクター別。私のランキングは1901位です。じゃあちょっと、これさ、実物のカードはさ、入力っていうかさ、登録することはできないんですかね。はい、ちょっとそれからですね、ポチポチと、ウルトラマンカードゲームの、このアプリで、遊んでみたんですけど、なるほど、まあ、基本的にその、今持ってる実物のカードと連動してどうこうっていうのは、多分、ないのかな。なんかこう、カードをね、なんかカメラかなんか使って登録してみたいな、デジタル上でも、なんか集められるよみたいなものをなんとなく想像してたんですけど、実物とこのデジタルは、あくまでも、別なんですね。なるほどなぁ。いや、なんかね、もっとさ、今さ、せっかくね、例えば、ウルサマでもらったカードもあるし、あと、ゴモーダのね、当たったカードもあるし、ウルトラマンライジングのカードもあるし、結構そのカードがね、いろいろ集まってきたから、それをね、なんかこう、アプリと連動して、いろいろできるのかなと思ってたんですけど、そういうのはね、なさそうなのかなぁ。うん。で、今ここで、なんかこう、例えばアプリ上で対戦ができるとか、なんかこうゲームができるみたいなこともなくて、本当にこう、コレクションしていくっていうところなんですよね。で、この今のところこの多分ガチャのこのカードたちもね、多分これから発売される、ウルトラマンカードゲームのパックのカードっていうところなので、アプリ限定のオリジナルイラストとかでも多分ないんですよね。だからちょっとこれは遊び方というか難しいかもしれませんね。なんかこうね、現実のね、ウルトラマンカードゲームのものと連動、まあなんか連動する要素も一応あるにはあるらしいんですけど、例えばランキング入ったらそのリアルカードをもらえるとか、まあなんかいろいろあるにはあるらしいんですけど、ちょっとね、薄いのかなーってね、ちょっとね、思っちゃいましたね。ここで、まあ、課金しても、現実のカードはね、手に入らないので、ちょっと僕はね、やっぱね、実物のものが欲しい派オタクなので、まあ、だから部屋が狭いんですけど。ちょっとこれは、なるほどなぁ。まあ、これからなのかな。まあ、まだね、出たばっかりですから、きっとこれからね、いろいろこう、要素が増えていったり、遊べる要素とかも増えていったりするのかなっていうふうに思うんですけど、なるほど。まあ、あと今こんな感じでコレクションしたカードバーっと見れるんですけど、こんな感じで。まあ、プロデック、鍵かけることもできるし、全画面でこうやって見るみたいなこともできるんですね。まあ、ステータスとかこうやって見れるし、こういうのは結構嬉しいかな。パパパってこう。そう、パパパって見れるからこそ今持ってるカードも見たいっすよね。出先とかでも、例えばデッキ構築のなんか、こう、いろいろ考えることができたりとか。例えば、このガイア V1 が、まあ、これが5000だから、みたいなとかね。ね、なんかそういうね、なんかその、いろいろできそうですし。なるほどなぁ。あとせめてなんかこのね、ゲームアプリ内で、ね、カード対決とか、できたら、楽しかったのかなと思う。そういうなんか、シャドーバースだっけとか、遊戯王とか、あれもさ、なんかアプリでさ、ありますよね。あれってでも、多分現実のカードと、そのアプリの中の、そのカードって多分別々だと思うんだけど、アプリはアプリで多分、対戦とかできたりしますよね。だから、なんかそういう要素とかね、あったら、現実のウルトラマンカードゲームの、その持ってるカードをこのアプリの中に入れられなくても、なんかもうちょっと楽しいのかなと思うんですけど、今のところね、カードのトレードぐらいしか、ちょっとできることがないので、っていう風に思っちゃいましたね。はい、ということで、今回は、ウルトラマンデジタルカードコレクション、こちらをやってみました。フレンドコードね、ここありますから、フレンド申請送ってください。なんか、いいカードが出たら、トレードしましょう。はい、ということで、下の概要欄ですね、ウルトラマンデジタルカードコレクション、こちらですね、アプリリンク貼っておきますので、チェックしてみてください。あとね、ウルトラマンカードゲームのリリースイベントなるものが、11月に、行われるみたいなんですけども、そちらもね、リンクもね、貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、以上お届けでございました。それでは、バイバーイ。